回は富士フイルムで作成できるオリジナルカレンダー暦について紹介します。暦は自分の写真を使って作れるオリジナルカレンダーのことで、写真を撮ることが好きな方や家族やペットの写真をたくさん撮っている方に特におすすめです。この暦はカメラメーカーである富士フイルムが制作しているカレンダーということで、写真を綺麗に見せるっていうことを目的にデザインやプリント方法っていうのにこだわっています。私も実際いくつか作らせていただいたんですけれども、全部大満足の仕上がりになりました。他社でも写真入りのカレンダーって、いろんなところが出していると思うんですけれども、ここまで写真にこだわったカレンダーを出しているところはなかなかないと思います。今回は、他とは違う暦の魅力についてぜひ紹介していきたいと思います。またカレンダーを作るときにつまずきがちなあるあるのポイントについても最後に解決策を紹介しているので、ぜひ動画を最後まで見ていただけたらと思います。カレンダーを作ることを想像していただいて、どんなカレンダーを作ろうかなとか、何の写真入れようかなっていうことを考えながら動画を見ていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは暦の特徴について紹介します。暦は先ほども説明した通り、カメラメーカーである富士フイルムが提供しているオリジナルカレンダーを作るサービスのことで、ご自身の写真を簡単にカレンダーにすることができます。自分のお気に入り写真をカレンダーにすることで、次の1年も見返しながら写真を楽しむことができるので、写真を撮ることが好きっていう方には非常におすすめです。また自分が撮った写真ではなくって、撮ってもらった写真をカレンダーにしている方も私の周りにはたくさんいて、お子さんとの家族写真とか、とペットの写真とか、お気に入りの写真を入れたカレンダーを簡単に作ることができます。写真をプリントして楽しむ方法ってフォトブックとかもあると思うんですけど、フォトブックって、写真の枚数だとかレイアウトっていうのをすごくこだわれるんですね。でそれはそれですごく楽しいんですけれども、すごくこだわれる分、初めて写真をプリントしてみるっていう方にとってはちょっとハードルが高いなっていうふうに思う方もいるかもしれないです。カレンダーは通常のものであれば、表紙の1枚とこの12ヶ月の写真の計13枚を選べば作成できるので、初めて写真をプリントしてみたいっていう方にも結構比較的チャレンジしやすいのかなと思います。そんな写真入りカレンダーなんですけれども、もちろん富士フイルム以外でも様々なメーカーが出しています。で他のメーカーと比べてどんな点がおすすめなのかっていうところが多分皆さん気になるところだと思うので、そこを大きく分けて4つのポイントに分けてお話ししていきたいと思います。まず1つ目のポイントはデザインについてです。この暦はカメラメーカーである富士フイルムが作成していることもあり、写真が主役のカレンダーっていうことを大事に作られています。そのため写真の邪魔をしないデザインになっています。中でも写真が大きく入るダイナミックっていうデザインはもうほぼ写真そのものに近いデザインになっています。でお気に入りの写真を気軽に飾れるっていう点で、なかなか他では見ないデザインなんじゃないのかなと思います。そのままになっていてめちゃくちゃこれ可愛いですよね。あとはさっきからちょっとお見せしているこのスタイリッシュっていうパターンも、上に大きく写真がしっかり載っているので、もうポストカードみたいな感覚で飾ることができます。小さくてでも写真をしっかり飾れるので、結構インテリアとしてもおすすめなんじゃないのかなと思います。もちろん飾るだけじゃなくって、実用的にしっかり予定を書き込みたいっていう方も多いと思うので、その場合は、さっきから紹介しているこういうパターン、こういうところに予定を書き込めるようなパターンのカレンダーもありますので、いろんなものを選べるのが富士フイルムのカレンダーのいいところなんじゃないのかなと思います。ちなみにちょっと皆さんに聞いてみたいんですけれども、皆さんはいつもカレンダーを飾るとき卓上派ですか、それとも壁掛け派ですか。これ私いつも作る時に悩むんですけど、私は結構仕事している時にカレンダーを見たいっていうのもあって、デスクにおける卓上カレンダーの方が使いやすいなって思うんですね。でもこの壁掛けカレンダーの方は結構写真自体がすごく大きく見えるので、写真カレンダーとしてはこっちの方が飾ってて楽しいんじゃないのかなっていうふうに思います。で結構私もオリジナルカレンダーを作って自分で楽しむことも多いですし、誰かにプレゼントしたりだとか、あとはたまに販売したりとかっていうことがあります。
その時に自分のものだったらすぐに決まるんですけど、誰かに渡す時に卓上の方がいいのか壁掛けの方がいいのかっていうのを結構悩むので、もしよければと卓上派なのか壁掛け派なのかっていうのをちょっとコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。2つ目のポイントはプリントについてです。まあ、これが暦最大の特徴って言ってもいいんじゃないのかなと思うんですけど、カレンダーのデザインによってプリントの仕上げ方法が違っています。写真仕上げと印刷仕上げの2パターンが用意されています。写真仕上げっていうのは写真展に注文するプリント方式で、色素が保護膜の中で守られています。なので表面が滑らかで発色がすごく綺麗で、もう写真展でプリントした写真がそのままカレンダーになったような印象を受けます。写真仕上げは長い間綺麗な状態を保つことができるので、お気に入りの写真とかずっと残しておきたい記念日の写真とかにおすすめです。特に特徴的なのが肌の色だと思っていて、めちゃくちゃ肌の色が綺麗に出るんですね。なのでお子さんの写真とかに使うのがすごくおすすめです。これは実際に私が以前撮影させてもらった、まあ、友人家族の写真なんですけど、実際にお子さんの肌のトーンが明るくプリントされてるのが伝わるかなと思います。本当にカレンダーっていうよりも写真そのもののクオリティなので、カレンダーを12ヶ月使った後、写真集として今度残すこともできます。長く綺麗に残せる写真仕上げのカレンダーだからこそ、もう作って終わりではないところがすごくいいポイントだなと思います。他にもオリジナルカレンダー販売している会社っていうのはたくさんあると思うんですけど、なかなかこの写真仕上げのプリントでカレンダーを提供しているところって少ないんじゃないのかなと思うので、そういうところが暦の大きな魅力なんじゃないのかなと思います。プリントについてはこの写真仕上げともう一つ印刷仕上げっていうのが選べます。印刷仕上げは上から色素を塗っている形になるので、この写真仕上げと比べてプリント方法が違うんですけれども、印刷ならではのマットな質感がとても素敵です。実際に私は今回全く同じ写真を写真仕上げと印刷仕上げでプリントしてみました。で、近くで寄ってみていただけるとわかるかなと思います。ちょっと映像じゃ伝わりにくい部分もあるかもしれないんですけれども、結構見た感じが変わってきます。写真仕上げの方はもう全体的にすごく滑らかで、ボケとかもめちゃくちゃ綺麗に出てくれます。逆に印刷仕上げの場合はちょっと写真仕上げと比べてボケ感とかはそこまで綺麗には出ないんですけれども、逆に結構粒子っぽい感じになったりだとか、ちょっとフィルムっぽい味のある雰囲気になります。で、印刷仕上げの方はカレンダーの紙質との相性もあって、全体的にどこか味のある雰囲気に仕上がります。私は風景やお花の写真をプリントするときはどちらかというとこっちの印刷仕上げの方が好みです。ちなみに暦の中で私が一番好きなデザインはこの壁掛けのカレンダーです。このデザインは印刷仕上げしかないんですけれども、レトロなデザインと印刷仕上げの写真がマッチしていてすごく可愛いと思います。こんな風にレトロなフィルムチックな写真でカレンダーを作ることができるので、あとフィルムっぽい写真とか雰囲気のある写真が好きな方にはこの印刷仕上げがすごくおすすめだなと思います。もう写真仕上げと印刷仕上げそれぞれの良さがあるプリントを選べることが2つ目のおすすめポイントです。3つ目のポイントは店頭とネットのどちらでも注文できることです。実はこの暦は、まあ、店舗は限られるんですけれども全国の写真屋さんでも販売されていて、店舗にある注文機を使って注文することができます。店舗の場合は、まあ、お店によって変わるんですけれども最短30分で仕上げることができるので、すぐに欲しいっていう希望に応えることができます。例えば実家に帰省する前にちょっとお土産にカレンダー作ってみようかなとか、試しに1冊だけ作ってみてちょっと仕上がりを確認したいっていう時など、様々なシーンで便利なんじゃないのかなと思います。ネットでの注文は、まあ、注文から発送までちょっと時間はかかるんですけど、もう家にいながら写真をただ選んで注文するっていうだけなのでめちゃくちゃ簡単です。その時の状況によって注文方法を選べる便利さがすごく魅力になります。ちなみに店頭では一部のデザインのカレンダーが注文できない場合があるので、自分が注文したいデザインのカレンダーが店舗で注文できるのかどうかっていうことをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。4つ目のポイントは選べるデザインが豊富であることです。
これまでも説明した通り、暦は写真が主役のカレンダーということで、様々なデザインのカレンダーを用意しています。実際に私が自分で撮った写真で作成した暦と、富士フイルムさんに貸していただいたサンプルがこちらになります。ちょっとここに載せきれなかったものっていうのもたくさんあるんですけれども、見てわかる通りすごくたくさんの種類があるのがわかると思います。例えば卓上のカレンダー一つとってもシート型とリング型の違いがあったり、形も縦横スクエアといろんな形に対応することができます。結構カレンダーって横写真しか対応してないものが多くって、縦のお気に入り写真が入らないっていう風に悩むことも多いと思うんですけれども、これだけデザインの種類が多いとお気に入り写真を諦めなくても済みます。で、縦写真と横写真をどちらも選びたいっていう方は、卓上の場合はスクエアのデザインを選んでいただくと、横写真も縦写真もバランスよく配置することができます。例えばこの写真とかだったら、もともと横写真だったんですけれども、この写真はもともと縦写真だったんですね。で、どっちもスクエアにすることでバランスよく入ることができるのがすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。あと壁掛けカレンダーの場合は、こんな風に縦写真と横写真どちらもそれぞれのサイズで載せることができるので、より自由度が増えます。やっぱり写真こだわってる人ってトリミングしたくないなっていう人がすごく多いと思うので、そういう時に縦でも横でもちゃんと自分の思った通りに載せられるっていうのはすごく嬉しいポイントだなと思います。で、種類にもよるんですけど、こんな風にちょっと複数枚の写真を表紙にするっていうことができるカレンダーもあるので、この自由度の高さが個人的に暦のすごく嬉しいポイントだなと思います。他にもポスターっていう1枚の紙に年間のカレンダーと写真を入れた商品もあって、プリントは写真仕上げと印刷仕上げのどちらも選ぶことができます。また日めくりカレンダーっていうその日ごとの写真を楽しめるカレンダーもあって、これは1年に限らずずっと使い続けることができるので、ずっと飾っていたいお気に入りの写真がある方や、もうたくさん写真がありすぎて選べないっていう方は、ちょっとこちらぜひ作ってみていただけたらなと思います。とお気に入りの写真を32枚で作ることになるので結構大容量なんですけれども、私は海外のお気に入りの風景写真で作りましたし、結構お子さんの写真とか、あとはペットの写真とかっていうので作られる方もたくさんいます。こういう好みやインテリアに合わせて様々なデザインが選べることが暦ならではの嬉しいポイントなんじゃないのかなと思います。最後にカレンダーに載せる写真の選び方について紹介します。写真入りのカレンダーを作ろうというふうにされる方から、よくいただく言葉が、ちょっと冬の写真が全然ないんですとか、ちょっと特定の何月の写真だけないんですっていうものです。私も昔すごくこれに悩んでいて、確かにカレンダーって結構季節感を考えて作りたくなると思うんですけれども、でも12ヶ月全部いい写真があるっていう方の方が正直少ないと思います。実際にいろんな人が作っているカレンダーを見てきて思ったことが、カレンダーに季節感ってそこまで気にしなくてもいいんじゃないのかなっていうことです。例えば、海とか空とか動物とか、お気に入りの被写体で全部まとめてみたり、あとは七五三とか結婚式とかそういうイベントで12ヶ月作ったり、私の場合は結構ふんわりとした写真が好きなので、そういうふんわりとしたテイストでまとめてみるっていう風に、何かしら共通点があれば季節感は気にしなくても十分素敵なものが作れるんじゃないのかなと思うようになりました。例えばこの先ほど紹介した友人家族を撮影した時のカレンダーなんですけど、このカレンダーはこの1日で撮影した写真で全部作っています。桜とか春のお花とか結構春の写真ばかりなんですけれども、そこまで違和感なく仕上がってるんじゃないのかなと思います。なので結構季節感の合う写真がないっていう風に悩む方も、ぜひ試しに一度作ってみていただけたらなと思います。暦の注文サイトでは実際に写真を入れてみて仕上がりの確認まで無料でできるので、自分のカレンダーを作ってみたらどうなるんだろうっていう風に気になる方は、ぜひ一度試してみていただけたらなと思います。
自分のためっていうのはもちろん、家族や友人、職場の方などに、まあ、プレゼントすると結構喜ばれることが多いので、世界に一つだけの贈り物として選んでみてもいいんじゃないのかなと思います。こよみの注文サイトについては概要欄にリンクを貼っていますので、そちらからご確認をいただけると嬉しいです。以上がカレンダーこよみの紹介でした。このチャンネルでは旅やカメラの楽しみ方についてこれからも発信を続ける予定です。この動画をいいなと思ってくださったら、いいねボタンやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。